日比栄一は日本の実業家、中部日本放送、元常務取締役、元同社アナウンサー。愛知県名古屋市厚田区出身。愛知県立水領高等学校、名古屋大学文学部卒業。1957年、中部日本放送にアナウンサーとして入社。入社当初から十数年間は、ラジオ音楽番組。 レイジハンデス・松坂屋ですカトレア・ミュージックですなど、主に芸能番組や社会情報番組の司会、レポーター業を中心に活動する。その後、1974年10月に、中京広域県の放送局としては、初のワイドローカルニュース番組として、CBC ニュースワイドが立ち上げられると同時に、同番組の初代キャスターに抜擢。以後、 1989年9月までは平日版のメインキャスター。1997年3月までは週末版のメインキャスター。1998年3月までは土曜版のコメンテーターとして23年半にわたって同番組に関わり続けたほか、同局の衆議院、参議院議員総選挙時の開票特別番組の東海地区パートの総合司会や、 新春恒例の東海地区の在海人を招いての対談番組、新春中部在海人サロンの司会なども長期にわたり、担当、CBC の報道の顔として活躍した。アナウンサーとして長らく活躍する傍ら、1980年以降はアナウンス部長、報道局長、論説委員長、常務取締役を歴任して2002年に退社。 長年にわたる CBC への功労から、同局の常任参与に就任するとともに、中京大学大学院客員教授に就任。晩年は、東海三県下で行われる、シンポジウムのコーディネーターや、講演活動を中心に活動していた。2016年10月23日、急性心不全により82歳で死去した。ありがとうございます。